おやおや明智殿のお嬢ちゃんも親父さんの謀反に参戦するのかいお嬢ちゃんではないわらわにはちゃんと名があるぞソチも父上に加勢するのかなぜじゃ教えようーん世話になってた松永殿が残したものその意味結果かなそいつを見極めたくってね 分かりにくいのじゃそっちは説明する気がないのであろう <laughs> 分かるってのは幻想だそれでも伝わるものがあるのは嬉しいね分かってもらえないのを承知で説明するとだ信長という絶対的英傑が築くまあ運命かなそれに 松永殿浅井殿明智殿といった小さな人間がどこまであらがっていけるのかまあその未来に何が待つのかおじさんはそれを見てみたいわけだ何せおじさんは小さな人間が大きなことを実現できる方法を探してるんでねあん 分かったのかいお嬢ちゃんそっちにも謀反を許す父上と共に立つがよいそれからこれからはわらわを名で呼ぶのじゃぞってその名を教えてってくれよまお許しも出たってことで謀反頑張りますか